コロコロ楽しいローラー遊びがお掃除用の粘着ローラーを使うと超簡単にできます。ローラーに毛糸を巻きつけるだけで粘着シートにくっついて剥がれません。最後までくるくる巻いたらハサミで切って水溶き絵の具を入れたトレイの中で転がします。絵の具が毛糸全体に染み込んだら試しにいらない紙の上で転がしてみましょう。ちょうどいい具合に色が出たら画用紙の上で転がし模様をつけていきます。川のような模様ができました。終わったら毛糸の端を引っ張って外します。粘着シートの余分な絵の具を取ってから汚れた部分を一周くるっと剥がしましょう。今度は毛糸を行ったり来たりして貼り付けてみます。同じようにたっぷり絵の具を染み込ませたら転がして模様を描きます。ぐにゃぐにゃとした面白い模様ができました。また毛糸を外して粘着シートを剥がします。シートがなくなるまで何回でもできます。次は糸が交差するように巻いてみました。編み目のような模様になりました。大きな紙の上で何回も転がすと波のような模様ができました。夏の壁面制作の背景に使おうと思っています。毛糸のくっつけ方や絵の具の色、転がし方をいろいろ変えてローラー遊びを楽しんでみてください。